チャレンジクラス決勝 A グループ、フロントロー4台が揃ったというところでご紹介いたしましょう。チャレンジクラス決勝 A グループ、得点ご紹介いたします。まずは、逆ポールポジションとなります、最高尾スタート。ゼッケン40番は野上めぐみ、E フリークス。ゼッケン48番、佐藤達彦、伊藤ファクトリー。ゼッケン2番、小木隆彦、元ショップアクアプラス、太平塾プラス YT。ゼッケン4番は62番、佐藤総一郎。ゼッケン5番5番手にはゼッケン71番の、平田隆弘、佐野ヒーローズ。6番手にはゼッケン32番、中澤和馬。7番グリッドからはゼッケン5番の大波明、チームタイフーンウィズ・ギャロップ。8番グリッド、ゼッケン7番の中澤慎介、海進義塾レーシングクラブ。9番グリッドからは21番の牛妻和弘。10番グリッドは38番の土井隆明、佐野組、春夏秋冬。以上、得点ご紹介いたしました。チャレンジクラス決勝 A グループ。出走台数は13台、周回数12周で争われます。さあ、すべてのライダーがグリッドに入ったところが確認されまして、今、レッドフラッグが退場。まもなくシグナルに火が灯る。シグナルレッドから、グリーンへ、サブライダー一斉にスタート。注目なのは40番の野上めぐみ、最速ラップタイム、ベストラップとしては40秒714、このチャレンジクラス最速のラップを刻んでおります。さあ、現在野上は後ろから3番目にいますね、現在11番手でしょうか、11番手を走行中です。そしてオープニングラップを取ったのは53番山内。2番手には38番の土井、3番手中澤、4番手牛島、5番手中澤、6番手に62番佐藤、7番手平田、8番手笠井、9番手佐藤、10番手に小林、そして11番手に野上という形なんですが、あっと野上12番手まで順位を落としております。さあ、逆ポールポジションからスタートいたしました。野上めぐみ、女性ライダー、少々厳しいスタートを切る形となっております。さあ、さらにもう一度危ない。さあ、あわや接触というところ、ライニングスポーツ看板前のソックスカーブ、こちらで前を走るライダーと接触しそうになり、現在最後尾まで、順位を落としております。チャレンジクラス決勝 A クラス、 A グループ、注目の逆ポールから飛び出していた野上は現在10番手まで順位を上げているようですね。そしてさらにソックスカーブ、ここでまた1台インガーから抜こうというところですが、順位の変動はありません。トップは53番山内、2番手には38番の土井。さあ、この辺も団子状態です。中澤、土井、佐藤という形、三つどもえの争いで2番手争い。さあ、この2番手争いの中、この第3コーナーで抜きんでるのは30番台でしょうか、38番土井ですね。土井が抜きんでて現在2番手を走行中。土井の後方には7番の中澤、さらに62番佐藤と続いているようです。繰り返しお呼び出しいたします。続いて行われます決勝レースは FP クラス、ファミリープロダクションクラス。 FP クラスに参加のライダーの皆様は1コーナー手前ウェイティングエリアにお集まりください。さあ、そして逆ポールからスタートいたしました野上なんですが、現在9番手でしょうか、また順位を上げております。じわりじわりと順位を上げてきてはおりますが、すでに周回数は5周を終えております。あと残り周回7周というところ、逆転劇を見せることができるでしょうか。さて、2番手に浮上いたしました38番の土井、
じわじわと後続を引き離し始めている。3番手には62番の佐藤でしょうか。62番佐藤がつけている。4番手に48番の佐藤達彦です。さあトップのライダーがコントロールラインを通過、周回数6周を終えまして、残り周回は6周、ちょうど中間点、折り返し点、ターニングポイントとなりました。さあレースをリードするのは山内。2番手38番土井以降の戦いが熱い。さあ第3コーナーどうだ、ブレーキング合戦。土井のインに佐藤が入ろうというところですが、土井それを許しません。土井、佐藤、総一郎、そして佐藤達彦、さらには、中澤、平田、野上とついているようです。さあ野上ここまで上がってきました。野上の現在のところの順位は7番手。さあ野上前を走ります。ゼッケン7番中澤をかわそうというところ。ダンロップ試験を抜けてローポイントコーナーへ。2番手以降の戦いが非常に熱くなっております。チャレンジクラス決勝 A グループ、38番土井をはじめとして、62番佐藤総一郎、続いて48番佐藤達彦、そしてさらには71番の平田、7番の中澤、さらにそして40番の野上と続いております。さあ野上が中澤のインに入って、ここでパス、一つ順位を上げました。野上6番手を現在走行中、周回数現在7周を終えまして8周目に入っている。残り周回は4周。さあアウトに膨らんだ平田のインに野上がマシンを引き押し込めようとするが、平田立ち上がりアウト側からかぶせてきて、順位を変えることを許しません。さあ2番手佐藤がいる、あれ佐藤がいるが、さて順位が大きく変わっていますね。土井が大きく順位を落としている。さあ土井がこの周回4番手まで落ちておりますね。48番佐藤達彦が2番手だ。そしてその後方3番手には佐藤総一郎、佐藤達彦が3つ一気に順位を上げたことになります。さあ何か大きなミスを犯してしまったのか土井、非常に残念な結果に終わります。さて縦に長く連なっていたトップ争いも現在のところ、佐藤達彦そして佐藤総一郎2名の争いに絞られてまいりました。その後方大きく間が空きまして、平田さらに野上といった争い。さあ第3コーナーきっちりとレコードラインに乗せてくる野上が前を走ります。平田に襲いかかろうというところ、あっと最終ローポイントコーナーで2台のバイクが止まっている。1名のライダーちょっと立ち上がることができないようだな。さあ大丈夫でしょうか。さあイエローフラッグが激しく振られております。ダンロップ試験に立ち上がり、あやはり足を痛めておりますね。さあマーシャルの手に引きずられまして、なんとかコースサイドに、動くことができました。さあローポイントコーナーでは今マーシャルがマシンの撤去作業に入っております。レースをリードするのは53番の山内、2番手佐藤達彦、続いて佐藤総一郎。さあまたもや2番手争いが非常に詰まってまいりました。そして今トップのマシンがコントロールラインを通過いたしまして、ファイナルラップに突入。42番手争い、48番の佐藤達彦、佐藤総一郎と続く、さらには平田、野上と続きます。さあ勝負どころファイナルラップの第3コーナー、ブレーキング合戦、ここでの順位の変動はありません。さあ激しい争いとなっている2番手争い、最後の最後のにやってテールトゥーノーズの状態でローポイントコーナーに入ってまいります。そして最終コーナー、野上がアウトから平田にかぶせようというところ、ラインがクロスする、どうだ。さあ2番手争いは48番佐藤達彦、続いて佐藤総一郎、平田貴彦、野上恵と続きます。順位は変わらずそのままの順位での結果となりました。さてここシライトスピードランド上空はですね晴れているんですが、どうやら雨粒が落ちてきたようですね。少々雨粒が落ちてきたようです。
さあ路面コンディションに大きな変化はありませんが、今チェッカーフラッグが振られております。そして最後のライダー37番火災が